パブリックエナミー、パブリックエナミー、パブリックエネミーペとしても知られるは、ニューヨークのロングアイランド出身のヒップホップグループである。政府やマスメディアなど、規制の権威からの自立を訴える歌詞や、アメリカの、特にアフリカ系アメリカ人社会に関わる社会、政治問題に対する積極的な活動で知られている。ローリングストーンの選ぶ。 歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて、第44位。1982年、チャック・ディーのフリースタイルが、リック・ルービンに見出され、その頃はまだ形成期にあった、デフ・ジャム所属のグループとして、ペは結成された。結成から5年後の1987年、デビューアルバム、よ、バン・ラッシュ・ザ・ショーを発表した。さらに1988年、 ヒットシングル Don't Believe the Hype を含むセカンドアルバム Public Enemy It Takes A Nation of Millions 2 Hold Us Back を発表し、前作より好調なランキングを得た。彼らはさらに1990年にサードアルバム Black Planet Fear of A Black Planet をリリース。このアルバムは 2008年現在、彼らのアルバムの中で最も売れたアルバムであり、アメリカ国会図書館の重要保存読音物として永久保存されている。収録されているシングル曲には、救急活動が黒人地区においては、白人地区よりも遅く到着することを批判した911、イズ、エイジョークや、ペイ自身のことを歌ったと考えられている、ファイトザパワーがある。この曲は、 ヒップホップ史上最も人気と影響力のある曲の一つであり、スパイクリーが監督した映画、ドゥ・ザ・ライト・シングのテーマ曲でもあった。パブリック・エナミーは様々な面において先駆者だったと言える。例えば、ターミネーター X は、レブル・ウィズ・アウト、A ポーズで聴くことができるように、スクラッチをより洗練されたテクニックに昇華させたし、 プロデューサーユニットのザボムスクワットは斬新なサンプリングやビートを提示した。批評家のスティーブントーマスは、ペはプロデューサーチームのザボムスクワットを通じてフリージャズやハードファンク、さらにはミュージックコンクレートの要素さえも取り込んで前例のないようなぎっしりとした凶暴なサウンドを作り上げたと評した。また、ラップの面においても、ペは政治的。 社会的あるいは文化的な意識を巧みで詩的なライムに乗せることによってラップの世界を変革した。ペイペは世界ツアーを観光した最初のラップグループでもあり、その結果ヨーロッパやアジアのヒップホップコミュニティの中で大きな人気と影響力を持つようになった。またアルバムを MP3 フォーマットでこの形式がほとんど知られていなかった頃にリリースした最初のミュージシャンであり、 インターネット経由の音楽配信の可能性を切り開いた。1991年、パブリックエナミーはニューヨークのスラッシュメタルバンドアンスラックスとの共演によってハードロックとヒップホップの融合を成功させた。シングル曲ブリングザノイズは戦闘的なブラックパワー的歌詞と破壊的なギター、そして時折顔を覗かせるユーモアが特徴的だ。 お互いの経緯や、チャック・ディーとアンスラックスのリーダーであるスコット・ヤンとの間の個人的な友情によって結びつけられたこのコラボレーションによって、ロックファンは当時馴染みのなかったヒップホップを知ることになる。また、外見上は全く異なる二つのグループは共同ツアーさえも行った。フレーバーフレーブが、奴らはこのツアーが実現することはないだろうと言ったんだ。アンスラックスのアルバム、ライブ。 ザアイランド・イヤーズで聴くことができるという発言は、ロック界とヒップホップ界の双方で、伝説的なものになった。この当時では考えられなかったコラボレーションがなかったら、リンキンパークのようなバンドは存在しなかっただろうし、ラップロックやニューメタルのようなジャンルは確立し得なかっただろうとさえ考えられている。実際、ブラッド・デルソンとマイク・シノダがこのライブに影響を受け、 現在のリンキンパークが結成された。2013年にロックの殿堂入りを果たしたパブリックエナミーが結成される前、チャック D は当時働いていたラジオ局ワブオの宣伝と彼にバトルを挑んできたラッパーを受け流すためのテープを作った。彼は地元のシーンの人々に虐げられているように感じていたので、そのテープをパブリックエナミー1と名付けた。これが チャック D の曲の中においてパブリックエナミーについて最初の言及である。このシングルはペ結成前にもかかわらずファレーバーフレーブの協力を得て制作されている。ペは戦闘的なブラックパワー運動のセキュリティ・オブ・ザ・ファースト・ワールドと連携していることでも有名である。またメンバーのプロフェッサー・グリフは反ユダや敵と受け取られる発言をしてを それらの発言がもとでグループから追放された彼自身はユダヤ人すべてではなく単にシオニズムを批判しただけだと主張している。ペ自体も FBI による議会へのレポート、ラップミュージックとその国家安全保障への影響に挙げられることになった。こういった出来事やシングル曲スインドラー、スラストの内容が原因で、ペは反中小連盟、アンチ、 ディハマイションリーグから批判されることになる。しかし、ペイファンの大部分はホロコーストを愛称化する意図はなく、奴隷制度がホロコーストに被験するものであると主張しただけだと弁護している。さらに、あまり批判の的にはなっていないが、リーダーのチャック・ディーはファイル共有の積極的な支持者であり、それによって音楽は生き続け、最終的にはより多くのアーティストを助けることになだろう。 と主張している。やや衰えが見えるとしても、ペはパフォーマンスや創作を続けている。ターミネーター X は早めの引退をして、アトランタ出身の DJ ロードがグループのメイン DJ になった。チャック D とプロフェッサーグーリフはファンクロックバンドコンフレンテーションキャンプのメンバーでもある。チャック D の講義、ラップ、人種、現実と技術は、 彼が参加しているグループフィニーアーツミリシアのアルバム We Are Gathered Here の歌詞の元になった。2004年にフレーバーフレイブはリアリティショーザセルエルライフとストレンジラブに出演したが彼の描写はファンや他のバンドメンバーの間で大きな議論の的になった。多くのファンやチャック・ディ自身がフレーバーの子供たちや前妻に対する不当な行動について大っぴらに批判した。 フレーバーは、イギリスのリアリティショーザ・ファームにも出演し、現在はの番組フレーバーオブラブに出演している。奇妙なことだが、おそらく、すべての種類の音楽に対するリスペクトの証として、ペ、は、結局のところ中心になった、ハードコアとヘビメタルのロックフェスヘルフェスト例号に、出演し、ビトゥインザ・ベリーダンド・ミー、エド・ゲーン、フロム、エセカンド・ストーリー・ウィンドウ、イオン・ディセネス、 ピックディストロイヤー、サファケーションだと共演する予定だった。2005年の9月にフレイバーはペに戻りハリケーンカトリーナに対する政治的な特にブッシュ政権の問題を批判したヘルノーイアイン、T ・ o オール・ライトを録音した。2006年年頭にはパリによってプロデュースされた15曲を含む最新作リバース・オブ・エーネーションがリリースされた。 パブリックエナミーの多くの作品を手掛け、時にグループの一部と考えられているプロデュースグループである。チャック D は本名を省略したカールライダーという別名でボムスクワットの一員としてリストアップされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。